こんにちは、新鮮動薬局鈴木邦明です。そろそろドルの崩壊が始まるのではないかという今日は話をしてみたいと思います。確か昨日ですね、8月の23日ですか、バイデン大統領が2週間ぐらいの休暇に入りましたよね。で、もうこれ皆さんご存知のように、バイデン政権の失策というのをもうとことん今見せている、まあ、本当はね、バイデン政権ではないということは皆さんご承知だと思いますけれども、とにかく、バイデン政権として、失策を重ねていると、いろんな意味でね。で、その集大を見せつけているということが、まあ、ここ1年ちょっとの間のね、2021年の1月からですかの現実ですので、この2週間という休暇中にまたさらなる何かが起きるのではないかと。で、9月2日ですよね。終戦の日っていうのは、日本は玉音放送ですよね。天皇陛下が戦争に負けたという発表をした8月15日という認識なんですけれども、アメリカとか、中国ですねは、この降伏文書に調印した、9月2日、まあ、日本時間とか中国時間だと、9月3日この日を終戦の日というふうに認識しているそうです。それを前提に私はまあ、このバイデン、大統領の休暇中、特にこの9月2日3日、まあ、2日が金曜日、3日が土曜日ですので、来週の土日以降、まあ、前後ぐらいに何かがあるのではないかなというふうに想像しています。まあ、それに合わせるようにこんなツイートも出ていました。ロシアは2017年から金の備蓄を増やし、着々とドル離れの下地を作ってきた。このぐらい持ってたのが今もうこんなんですもんね、ほぼない。で、それに対して金の保有量はこんなに増えている。まあ、ここを前提にするとほぼ倍ですか、金の保有量はね。米国債をほぼゼロにして、いる間に、金の保有量を倍にしていると。で、中国も順調に、米国債を、ごめんなさい、これサインが間違えてましたね、保有量を減らしているんですけれども、日本は増えていると。まあ本当にどういうことというか、まあ、完全に共倒れの道を日本政府は選んでるということなんでしょうね。それで、8月29日ですね、もう来週の月曜日からですけれども、モスクワ取引所がドルを担保にした取引禁止します。まあ、これがどのぐらい影響あるのかね。ルーブルが、ほぼ半年ぐらいにね、3月でしたか、ウクライナ侵攻後に、G7 の制裁が発表されたらルーブルが、ね、一気に半分ぐらいまで下がりましたけれども、それもいつの間にかね、もう完全に値を戻しています。で、その値を戻した時にも特別な市場の反応というのはなかったようなので、この8月29日のこのドルを使用することを禁止するということが直接的に市場が特別な反応はしないのではないかなと思ってます。ただ、まあ今みたいなね、ウクライナ紛争というものがあった上で、ロシアは食料輸出国ですのでね、たった20年でロシアを食料輸出国に押し上げたプーチンの先読み力って書いてありますけれども、まあ本当、食料の本当が豊富だということは事実であって、でその上で、NATO 加盟国のトルコとかね、これがブリックスへの加盟を検討してるわけですから、でこういう類の発表ですよね。ハンガリーもそうみたいですね。ハンガリーも、
西欧諸国は私たちの国を征服するべき領土として扱った。ハンガリー人は今こそ西側はもうたくさんだと言うべきだ。まあそんなことを、これは国連大使ですか、ハンガリーの政治家か、政治専門家の方が言ったってことですね。あとあのサウジ、皇太子ビンサルマンさんですよね、まあもしこの人がブリックスに参加したら、まあ本当その瞬間から、各国はいちいちドルを買わなくても自国通貨でね、エネルギーを変えてしまうわけですから、まあどんなことになるのか。だからこの辺の発表があるんですかね、その9月の2日前後ぐらい、まあ、もしくは9月2日が、何度も言いますけどアメリカ時間で、の9月2日、金曜日、それが3日になる、日本とか中国だと3日ですので、まあ、そのあたりでもし発表があれば翌週はペトロダラーの崩壊、大崩壊かが始まるということになるのではないかと。なんかその辺ですかね、29日の月曜日、そうですね、29日の月曜日の週末、その週末にそういったことが一気に起きれば、まあその次の週は本当見ものですよね。はい、まああとですね、ただあのこれが起きる前にですね、私はあの少なくともなんですけどね、あのフランスのマクロン大統領、まあ、この人があのロスチャイルドの召使いってことはね、皆さんご存知だと思いますけれども、まあだいぶあのフランスはね、国内情勢良くないので、まあ、ここのマクロン、ロスチャイルドグループの金融持ち株会社ロスチャイルド&カンパニー傘下の銀行であるロスチャイルド銀行の投資顧問業務に就いた、ね、まあ、こんな前歴を持ってらっしゃるので、この人とあとカナダのトルドー首相ですよね、この2人が、まあ、少なくともコロナ感染もしくは退陣ということにならない限りは、で次の大きな動きっていうのが起きないのではないのかなという気はしています。まあとにかくあの株式市場が暴落しちゃったら、もう流れとしてはね、あの日本も、散々第二次世界大戦の時にあの石油を抑えられちゃって、もう本当このまんまだと、ただ国が衰退していくのを待つしかないっていうタイミングで、あの第二次世界大戦ね、参戦に踏み切りましたので、まあ、経済情勢で追い詰められたら戦争というのがパターンですので、今からその辺のことが起きるのではないのかなというふうに思ってます。まあそれが起きてしまったら、その後はあの一気に物流が停滞、まあ、海運空運あの国内物流含めてですけれども、まあ、一時的なあの戒厳令的な状況に落ちね、なることも十分予想されますので、まあそれを前提に私らは備えるしかないということでしょうね。あとまああのいつも言ってますけれども、美濃市がもう、もうこの動画がアップされる時にはちょうど私が行ってる頃かな、あ行く前か、まあ次も多分やっていただけるんじゃないかなと思ってますので、あそれでですね、東京はあの、10月の、何でしたか、10月の多摩川なんですね、多摩川なんですけど10月の16日に決めました。10月の16日の日曜日の多分3時半ぐらいに多摩川駅に集合して、で1時間半、まあ長くて1時間半ぐらい、多摩川のとこ散策して、でその後あのイタリアンレストランに移動して、確か食事と、飲み物を飲み放題にして6000円だったかな、あで、限定で22名という形で、開催する予定です。
まあ、今から1ヶ月以上、時間はありますので、まあ、22名ぐらいならと、ね、東京ならそのぐらいすぐ集まるんじゃないかなと思ってますので、ご希望される方は、そうですね、9月の第1週ぐらいには募集ページ作れると思ってますので、まあ、いずれにしてもその時点からでもまるまる1ヶ月以上、余裕はあると思います。はい。まあ、本当にこのタイミングになってきました。本当つながりたい方、ただつながりたい方の温度差すごいですね。ただなんていうんですか、一時的に、みんなでワイワイやって、癒されればいいやっていう方が、まあ、残念ながら8割ぐらい。で、残りの2割の方々はやっぱり行動しようというふうに、思っていらっしゃるけれども、まあ近くにね、目覚めてる人がいないってことでなかなかできなかったり、まあいろいろとあるんだと思いますけれども、まあ特に都会の方はつながっても次の行動を考えるということがなかなかできないのかもしれないですけどね。まあ、特に、まあ、私なんか期待していたんですけど、なかなか本当男性の方でも行動力のある方っていうのは本当少ないんだなってことがつくづく分かったんで、だからその意味で言うと、ね、いつも引き合いに出してしまって申し訳ないんですけど、美濃市の坂東さん、畑野さん、中野さん、佐藤さん、方々はまあ幸せですよね。近くにあんな4人も動く人がいるってこと自体が まあ特に坂野さんのね、行動力は尋常ではないので、あの人が引っ張りまくってるっていうところもあると思うんですけれども、まあそれとか西鎌倉ももう、時期ですけれども、ね、本当及川さんご夫婦みたいな方がいらっしゃるから、ね、開催できてますけれども、まあ、今回が最後になる可能性もありますので、神奈川、鎌倉近辺の方はね、できるだけ早くお申し込みされることをお勧めします。まあ、残念ながら静岡はもうや、あの、私が手を挙げて、温度をとって、何かやろうというのは基本ありませんので、はい。あとは、あれですね、岩手と熊本の人吉ですか。この辺もまだ次の行動に移せていませんけれども、近いうちに、何らかのアナウンスができるかなと思ってます。まあとにかく皆さん妄想でいいので、次の年、本当、作物をの植え付けか、種まきすらできないような状況になるんじゃないかなと思ってます。まあもちろん今現時点で、土地をお持ちで、それまでの間にね、農薬とか、まあ、汚染された土地の回復とかがね、できれば、当然ね、来年普通に、まあ、稲作なんかもできるんだと思いますけれども、来年のその5月、6月になった時に、まだ農薬の、農薬汚染の除去っていうんですか、まあ、土が、からそういう類のものを除く作業というか、準備ができていなかった場合には、その次の年に、まで、作付けを待つ必要が出てくるわけですよね。で、それを前提にすると、本当来年というのは本当に食料が不足してしまう可能性がありますので、まあその時のために今何を自分たちができるのか、誰とつながってどういう話をしていかなきゃいけないのか、まあいろいろと各自、お住まいの地域によって考え方が違ってくるんじゃないかなと思ってます。まあそういった意味でも何らかの形でつながり、次の活動につなげていただければと思います。まあいずれにしてもね、ちょっとね、亡くなる方が増えてる印象なんですよね。で、これが寒くなってくると、まあ、暑さ、夏バテって言いますけどね、10月ぐらいになって、なってくると、おそらくその夏バテによる影響、
また11月12月になってくると、今度寒さの影響という形で、目に見えた形でいろんなことを、まあ、見たくない現実が見えてくるんじゃないかなと思ってますので、その辺のことも覚悟した上で、自分ができることを淡々とやっていっていただければと思います。今回の話は以上です。ありがとうございました。